Engine for the Life。 車で行こうです。今回紹介するのは4世代目となったルノーの C セグメントモデルメガーヌです。フォルクスワーゲンゴルフやプジョー308など強力なライバルがひしめくこの C セグメントに投入された新型メガーヌ、今回はその実力をしっかりとチェックしていきます。スポーティーな走りをアピールポイントにする新型メガーヌ、四輪操舵システムといったこだわりのデバイスがどんな走りをもたらすのか楽しみです。それではポイントを見ていきましょう。1995年の初代から数えて4世代目となる新型メガーヌ、今回日本に導入されたモデルはいずれも GT の名称が入ったスポーティーグレードで、新型の走りへのこだわりを強くアピールしています。まずは 1.2 リッターのターボエンジンを搭載するベーシックな5ドア8バック GT ライン、次に 1.6 リッターターボエンジンを搭載、ルノースポールがシャシーを手掛ける5ドア8バック GT、 最後に GT のステーションワゴン版スポーツツアラー GT、 以上3タイプが用意されています。メカニズム面では変速レスポンスに優れた7速 DCT やコーナリングでの安定感を高める四輪操舵システム4コントロールなど最新デバイスを積極的に採用、衝突回避支援ブレーキやパーキングアシストシステムといった運転支援システムも充実させています。外内装の質感、装備、走行性能と全ての面で大幅な進化を目指したルノーメガーヌ、価格はご覧の通りとなっています。印象的なリアスタイル、思わず釘付けになっちゃいましたが、うん、四輪操舵の走り気になりますよね。そうですね、はい、ということで CM の後いよいよ市場に行くわけなんですけれども、今回は箱根の一般道とワインディングロードで試してみました。エンジン for the life。何よりも走りにこだわる新型ルノーメガーヌ、今回は 1.6 リッターターボエンジンや四輪操舵システムを搭載する GT に試乗します。Engine for the life。 今日は新型ルノーメガーヌに試乗しています。今日乗っているこの GT というグレードなんですが、かなり質感上げてきましたね。フロントのフル LED のヘッドランプ、相当眼光鋭い感じですね。あとリアに回るとやはり LED のリアコンビランプ、立体的で凝った造形になってますね。でこのインテリアなんですが、フル液晶メーターがついています。このグラフィックなんかもどれを選んでもかっこいい。そして何といってもこのシートがサイドサポートが大きく張り出していて、スポーツカーでもここまでなかなかサイドサポート張り出しているのはないなと、そんな感じすら受けます。おまけにこのステアリングコラムに近づけされたメタル製のパドル、これもちょっとスーパーカー的っていうんですかね、普通ではないなという感じを伝えてきます。価格以上の、価値、見栄え、ワクワク感、そんなものをうまく演出してますね。結構これはスポーティーなグレードということで足も引き締まってますね。でびっくりするのがボディの剛性感、このがっちり感はそのままその RS ルノースポールに受け継がれてもおかしくないんじゃないかなというぐらいの、もうものすごいがっちり感ですね。なので結構硬いことは硬いんですけれども、非常に質感の高い乗り味に仕上がっています。さあ箱根のワインディングロードにやってきました。せっかくなのでここでスポーツモードを選んだんですが、この DCT のセッティングであるとか、エンジンの音、それからステアリングの手応えなんかも変わってきますね。あと 4WS のセッティングもより高い速度域まで
逆走という、くるっと回る方向の味付けを維持すると、そんなこともあってこういう細かいカーブが連続するようなところでも本当にフロントの入りがいいですね。車をぐーっと回し込む力というのがフロントとリアで両方でやっているのですごく生き生きとした軽快な動きになります。でしかも 4WS の働きを実感できるんですが、一方でやりすぎていない、それが違和感につながるようなわざとらしさがないというのはすごく走り込みを重ねて入念にセッティングしていったんだろうなと、さすがルノースポールが手掛けただけのことはあるなと思います。でこの 1.6 リッターのターボエンジンなんですが、こういうエンジンはやっぱり楽しいですよね。回していけばいくほど何かこうアドレナリンが出てくるような感じがしますし、ブレーキのタッチもいいですね。すごく剛性感があってぐーっと踏み込んでいった時のコントロール性がとても高いです。そのエンジンのパワーをちゃんと使い切る、出し切る、この素晴らしいシャシー、ブレーキがあるというところがこのメガーヌ GT のいいところですよね。なかなかどうしてこの GT というグレードすごくスポーティーだし、僕が思ってる以上にそのルノースポールの関与を強く感じる車に仕上がってましたね。相当これだったらコストパフォーマンスも高いですし、このクラスでスポーティーな車が欲しいんだ、個性的な車が欲しいんだという方にはもう文句なしにおすすめだと思います。それでは安全性の評価に行きましょう。新型メガーヌの安全性評価はこのようになりました。1箇所ですね、歩行者検知機能、これだけがついていない、他はね結構いろいろ揃ってるんですけれどね、ということで評価はあと一息となります。そして燃費なんですけれども、今回は試乗会だったので高速道路は走っていません。箱根の一般道とワインディングロードを気持ちよく走って、リッターあたり 8.6 キロ、これ数字的には状況を考えると悪くないと思います。でともちゃんはどうでした？はい、後席乗ってみたんですけど、なんか想像以上に足がしなやかに動くので乗り心地も悪くなかったですし、それに上下左右に揺すられてもあのシート、体をしっかり支えてくれるんですよね。フランシャってフロントのシートはいいっていうけれども、リアもねちゃんと作られてるっていうのはすごく嬉しいところですよね。そうですね、はい、さてここでメガーヌ GT のユーティリティチェックしてみました。まずは後席への乗り込みです。このようにスポーティーなモデルですが、後ろのドアちゃんとついてました。後輪は結構後ろ側にあるんですが、まず着座位置結構低いですね、横方向の開口部も広く乗り込みやすいです。そして実際の空間です。膝周りを見ていくと、ここは原骨なんと3つも入りました。そして頭上はというと、これも原骨 2.5 個分ですかね。家族で乗る車として使ってもいいのかなっていうぐらいの広さですね。アームレストもついていました。そしてこのシート、なんといっても質感が高いです。ラゲッジスペースです。リアのハッチを開けていくとこのような開口部です。奥行きは結構取られて荷物は積み込みやすいですね。そしてただこの段差の垣根が高めなので、重たい荷物はよっこいしょと乗り越える感じになると思います。60対40の分割加藤式のシート、倒すとフラットにはならないんですが、フラットな実用性を求めるならスポーツツアラーの GT がおすすめですね。確かにね、今こう倒しても段がついてたけれども、あれは、スポーツツアラー、要するにステーションワゴンにするとフラットになるわけだよね。はい、はい、この後はルノージャポンのフレデリック・ブレンさんにお話を伺います。 CM です。エンジン for the life。 それでは新型メガーヌについてルノージャポンのフレデリック・ブレンさんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ブレンさん、このまずは新型メガーヌの
コンセプト、狙い、そのあたりから教えてください。はい、メガーヌというのがですね、フランスにおいては C セグメントの車なんですけれども、ルノーの中では、1番目から2番目ぐらいに、台数を出している、車なんですね、だからヨーロッパの中ではとても大事な商品なんですけれども、今回はメガーヌの4世代目なんですね、3世代目、と違ってすごく質感だったりとかですね、質感というのは見た目の質感だけではなくてですね、ドライビングの質感もすごく重視にして開発をしたわけなんですよね、今回はですね、日本においてはメインな軸としてメガーヌ GT を導入することになりました、そうなんです。そこが面白いなと思って、あえて GT っていう 4WS 四輪ソーダのついたスポーティーな、はい、モデルをメインに据えてきた、そのあたりっていうのは理由はどんなところにあるんですか。まずですね、この欧州においてメガーヌ GT っていうのがすっごく、ターゲットより、売りに売れて、予想以上に、このメガーヌ GT が売れたわけなんですね。で、今回は日本にもこのメガーヌ GT を導入して、この四輪ソーダシステムを採用した、車として、大きなテクノロジーとドライビングプレジャーを増してきたっていうことを日本の皆様にアピールしていきたい、本当にメガーヌとかルノーっていうのがこの車が大事に開発したっていうのが、持ってきたかったっていうことでメガーヌ GT を導入しました。やっぱり 4WS 四輪ソーダシステム、ルノーはフォーコントロールというのですね、はい、あれがものすごく効いてるなと。以前のメガーヌ GT っていうのがもうシャシー自体はですね、ほぼ限界には来ていましたので、どうしてもこの次元を超えたかったということで、ルノースポールが四輪ソーダシステム、このフォーコントロールを採用すればよりドライビングプレジャー得られる、よりコンフォート、乗り心地は得られる、よりこの街の中や、非常にタイトのコーナーで俊敏性、アジリティ得られる、そして、高速コーナーでは安定性得られる、でコーナーレスポンスは良くなるっていうのが、もうまさにマジック、魔法みたいな、システムっていうことで採用して、それをドライビングプレジャー得ることができたっていうことなんですね。でもう一つなのは、この四輪ソーダシステムを採用することでロールを抑えることができるので、やっぱり乗り心地の良さも本人だけじゃなくて、ドライバー本人だけじゃなくて、後ろとか前に座られる方にも影響はしてくるわけですから、非常に何て言うのかな、家族全員ドライビングプレジャーというか、その運転の楽しさというか、増してきたのかなとは思います。だから、ぜひそういうのを試乗して、で一人で試乗するのではなく、家族全員で試乗していただければと思うんですけどもね。はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。それではここでルノメガーヌの評価に行きたいと思います。僕の評価はこのようになりました。丸、本格的な走りをリーズナブルな価格で提供してくれることなんですね。334万円、これ絶対的には決して安い価格ではないのかもしれないけれども、この車、まあ内外装の質感も相当上がってますし、何より乗ってみて、うわこれ足回りすごいお金かかってるな、エンジン、トランスミッションも結構これは、ちゃんと作られてるなという感じが伝わってくるんです。いわゆる本物に乗ってる感がある、それがこの価格で手に入るというのはものすごく大きな丸、二重丸つけてもいいくらいですね。で×後席に人を乗せてるときはドライバーさん穏やかなステアリング操作をしましょう、しないと後ろに乗ってる人が結構頭を揺すられるんですね。というのもやはり 4WS という四輪ソーダがついているんでくるんと回るんですね。で運転席に座ってる分には気にならないんですが、後ろに乗ってるとそのくるんと回ってる時に結構頭が左右に振られるような、そういう、動きを見せるので、後ろに人を乗せてる時はゆっくり切ってゆっくり戻す、こういう操作を心がけるといいと思います。
はい、私はマルラポイント、これは今時の、ヒューマンマシンインターフェースと運転支援システムの採用です。ヒューマンマシンインターフェースっていうのは人が車と向き合う時の操作系ですね、ナビ周りのスイッチなんかもよくそうなんですけれども、そのあたりがすごく今時になってる。例えばスマートフォンのアプリと連携するAndroid Autoとか Apple CarPlay といったものにも対応していますし、それから、マルチメディアシステムもいろいろあるんですが、予防安全系っていうのも今回結構充実させてきましたよね、そういったところも注目のポイントになってくると思いました。そしてバッテン、これ五郎さんと一緒です、ドライバーが走りに没頭すると後視席は確かに酔いやすいんじゃないかなって。ドライバーは楽しんだよ我々は。そうなんですよ ね、もうように走れるその楽しさからこそそういうふうになってしまう可能性があるので、ゆったりとした走りを心がけてあげてください。はい、僕が運転してる時後ろでね相当こういう左右に振られてたもんねそう、五郎さんノリノリだなって思いましたはい、ということで2人の評価はこのようになりました。ここで視聴者の方からのメールをご紹介します。神奈川県40代男性です。横浜の SUV フェアに行き同乗試乗をしました。試乗中に藤須智さんに手を振ると返してくれました短時間でしたが楽しい SUV フェアでしたということです。そしてまたイベントに来られたご家族もいましたね。神奈川県40代男性です。SUV フェアで藤友さんに会いました。うちの6歳の息子はいつもユーティリティチェックを真似してから寝るのですが、実物の藤友さんを目にして緊張していたようです。これからも分かりやすく子どもも分かる番組作り期待しています。うん、藤友のユーティリティチェックはもうすっかりおなじみだよね。あれ分かりやすいんですかね。そうかもしれない。なんかもう僕の友人のお子さんも車乗るたびにあれやるって言ってたもんもう会話代わりに一緒にやったりして。そう、うん、はい、ということで今回はルノメガーヌを取り上げたんですけれども、改めてトムちゃんどうでした？いや、 やっぱりハンドル握ると本当に楽しい車ですよね。そうですね、フランス車ってよくそのデザイン性に優れているとか乗り心地がソフトだとかね、そういうふうな文脈で語られることが多いじゃないですか。でそれも一つのフランス車の魅力なんだけれども、一方でちょっと尖ったスポーティーなモデルを作らせると彼ら本当にうまいんだよね。で考えてみると、例えばルマン24時間レースってフランスで開催されてるし、はい、今ちょっと減っちゃったけれども F1 ドライバーのうち相当な人数をフランス人に占めていたし、フランス人ってスポーティーな車大好きなんだよね、はい、でそういう彼らが作ったこのメガーヌ GT という車はね、やっぱりそこにはなんかこう車愛っていうのかな、スポーツカー、スポーツドライビングがいかにも好きなんだなっていう、そんなことがこう、なんかすごく色濃く現れてましたよね。これだけ楽しい車を前面に押し出してくるフランスメーカー、すごいですよね。すごかったです。ということでまた来週をお楽しみに。エンジン for the life